まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって、多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって、娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた。何度も何度も。それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。なんや、札の旦那方、えらい怖い顔して患者ら怖がっとんで。ちっ、クソが、なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は東上会の下の連中が収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ、上の首がいくつあっても足りねえ。まっとうな弁護士がつきゃ無所には入らずに済むはずなんだが、気流の出方次第か。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言。マチキンの社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。俺に用やろ。あ脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。ええんや。後のことは頼んだで、兄弟。お前らが東上会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。いくらか桐生さんの方がマシですかね。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。はるかちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。桐生さんは本当にそれでいいんですか。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。まあうちもヤクザだけど緩くやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。あれ、あ、そう。いや俺はてっきりなあ。ええ加減舐めとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの惚れた女の前でコケにされたままじゃカッコつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが運のつきじゃ。すかした顔して舐め腐ってから踊りや。そしたら第一ラウンド終了じゃ。わしも体が温まってきたけ、こっからが本番じゃ。どうですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。そんな金ないでしょ。
シミュレーションだけ。俺、今日はおかわりいらない。ヒロと筋トレする約束してきた。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから。勉強の成績とか家のこととか、なんかいろいろ審査はあるんだって。あいつ張り切ってるな。カネちゃん、おかわりある？前はコウジが教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。家のことって、それじゃうちってヤバくね？いや、でも実際さ、野球推薦の話でしょ。そんなにうまくいくかな。やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。三つ男の野球推薦のことが心配？いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも東上界のヤクザがアジア外で偉そうな態度は良くない。あなた方東上界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。アルカお姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に。おじさん。どうも、染谷一家総長の染谷です。この度は無所でのお勤めご苦労様でした。立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか。四代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。シート、あんた桐生さんか。スナック清美のママ、うちのアパートに泊まりたいんじゃろ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで、中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。清美ママ言うたら東京に行っとったんじゃろ。言葉もすっかり東京弁じゃし、そん時付き合うちょった男じゃないんかの。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったのねえ、桐生の兄貴。おうよ、東京もんに舐めた真似されて黙っちょれんわい。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。この私が水に流せと言ってるんだがね、聞こえなかったか。石見造船会長、石見平蔵と申します。ただそうなりますと、我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、四代目。それはおかしいですね。東上界の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか。まず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか。桐生さん、あんたにはいっぺん広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは、私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だ。俺はな、桐生さん、中身は生粋の中国マフィア、最初から西洋界の人間なんだよ。ああ、そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。
堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。桐生さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。わしも高城をぶち心配しとったんじゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけしがみつぶしに当たってみたらどうですかの。